次の停車駅は手遅れ、次は手遅れで、今に有田町立病院まで、今に有田町立病院にお越しの方はここでお降りください。手遅れとは、線路の右手を流れる有田川にある一対の石にちなんで付けられた駅名です。右手の車窓の奥には国見山の麓に広がる多摩の棚田が見えてきます。日本棚田百選の一つであり、清らかな水で育てられるお米は多くのファンがいることです。